テレビに映ってた遥か未来の世界は糸から笑顔が消えて怒りを叫んでた耳を澄ませば聞こえてきたよ時空を超えたメッセージ自分が弱いことなんて周り見渡すたびに何か怖くなる本当のことは知りたくなくて一人でずっと閉じこもってたけどこの答えも出ない消えてしまいそうだよどんなに格好悪くてもどこでも逃げたりはしないさみんなで手をつないだら冷めた心に奇跡が起きて変われるよね僕でも